どうも、大勢秋葉です。今日はですね、イギリスのロンドンに来ております。今朝の7時半8時ぐらいで、今日はねちょっと、ビートルズを巡ろうということで、とりあえずアビーロードに行ってこようと思います。優しいさよね、きつく結ばれてた まず最初に来たのはですね、ロンドンのメリルボーン駅でございます。で、まあね、ここなんですけどね。ここがね、ハーデイズナイトの、ビートルズのハーデイズナイトの映画の撮影室をやってきて、まあ、日本語でね、よくみんなが聞いてるのは、ビートルズがやってくるヤーヤーヤーっていう、日本語タイトルで、上映されたっていう、ハーデイズナイトがこの映画が撮られたっていうところで、本当にあそこら辺でこうビートルズがわーって走ってきて、こう女の子たちにキャーって囲まれて、でずっと逃げ回るっていうようなシーンがこのメリルボーン駅で撮られたっていうのがあるんですよね。だからもうね、でも結構中とかもうその当時の映画のあのフィルムとは違って、やっぱりもうすごい、ね、改札とか椅子とか結構変わっちゃってるんですけど、でもね本当にこの辺をね、もう本当あのビートルズの4人が走り回ったっていうところで、すごいね、もうビートルズのファンたちの聖地として言われてる駅なんですよね。ということで、じゃあ次はアビーロードの方に行ってみようと思います。はい、ということで、ましてやとうとうビートルズの世界一有名な横断歩道アビーロードでございます。もうね、ここ交通量がかなり多くてね、まあこれビートルズがね、実質最後のアルバムアビーロードっていう、ね、ビートルズが仲悪くなって、そこでポール・マッカートニーがね、最後一つのアルバム作ろうってことで、ビートルズが再結成して作ったのがあのアビーロードですね。アルバム自体の曲は最後メドレーになってたりとか、ヒアカムザさんが入ってたり、もうめちゃくちゃ名曲のもうジャケットなんですよね。ここがですね、まあ、アビーロードなんですけど、こっちがね、こっちにあるのがアビーロードスタジオっていうことで、ビートルズがずっとここでレコーディングしてたあのスタジオがあるんですよ。アビーロードスタジオっていうね、アビーロードスタジオです。もうこれ世界のね、ミュージシャンたちの本当は夢のスタジオですよ。ここでレコーディングするっていうのがね、もうアビーロードスタジオやばいっすね。アビーロードがあるというね。アビーロードってどういう意味かっていうと、こうやってみんなが4人がこう歩いてるジャケットなんですけど、そこのスタジオからビートルズが解散するから、みんなそのスタジオから帰るっていう意味で、最後のアルバムだからああいう風に歩いてる、こう有名な感じなんですここには今ないんですよ、ビートルズショップが。だからちゃんとしたビートルズ専門店がね、ここにちゃんとある。でこれがもうイエローカルマリンとかのもう柄になってて可愛い。1万5000円ぐらいね、出費しちゃいました。まあね、ということでビートルズショップすごい楽しかったんで、じゃあ次です。はい、来ましたね。アビーロードから歩いて5分ぐらいのところに、ヘルタースケルターってね、ホワイトアルバム、ザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバムに入ってる、ね、曲のタイトルでできてるこのカフェなんですよね。まあ、ただのカフェなんですけどね、まあ、ほら、ちゃんとビートルズがこう並んでるっていうね、素晴らしい味ですよね、本当に。もうファンからしたらもう、たまったもんじゃん。もうここで買わないわけがない感じでございますけども。まあ、アビーロード周辺はこんな感じで。今、ジョン・レノンと小野陽子が住んでたっていう家に来て、ここに、まあ、ジョン・レノンっていう、ミュージック&ソングライター、リブズ・ヒアイン1968、だから1968年とかに住んでたんですよね。で、ここで地下がスタジオになってて、あの有名なリボルバーってアルバムに入ってるエリナー・リグビーっていうね、まあ、曲があって、エリナー・リグビーがこの地下で撮られたと。でエリナリグビー作った時にポール・マッカートニーがエリナリグビー作ったんですけど、で適当にギターを弾いてたら思い浮かんだっていう、適当にギター弾いてて、あ思い浮かんで、それをレコーディングしたらもう名曲になった、もうここで作られたっていう、すごいね、もうすごい聖地なんだよ。あもうファンからしたらもうここはもう素晴らしい、もうジョン・レノン住んでたから、ここからここからも
ここから、ここからこう少年がこう降りてきたんで、こうやって出かけるかって、やばいよね、ここっていう感じで。はい、ということでビートルズのね、ルーフトップに来ました。旧アップルコアーサーなんですけど、ビートルズの楽曲をここで管理してたところで、スタジオミュージシャンとして人前に出なくなった時に、で最後もう解散だっていう時に、最後人前でゲリラライブをこの屋上でやったのが、もう本当にビートルズの最後のライブが、もう伝説のライブと言われてるルーフトップコンサート。そのルーフトップがここでゲリラ的に行われてたって、この屋上ですよ、この屋上。ここでね、ビートルズがやったと。で当時はゲリラライブだったんで、みんなわかんない、わけもわからない爆音がするなって、ここに行ってこうみんな見上げてたんです、この市民たちがこうやって、でその上でビートルズが歌ってるみたいな。 Don't Let Me Down とかね、あの Let It Be っていう最後のアルバムのジャケットに入ってる曲がメインで歌われた。で最後 Get Back を歌ってこのライブが終わったのよ。でその Get Back を歌った時の最後のジョン・レノンの一言がめちゃくちゃ伝説。僕たちオーディションに受かるかなって最後ジョン・レノンがバンって言ってライブが終わったわけです。まあ今日はね、アビロード行ったり、まあメルボルン駅行ったり、まあいろいろビートルズ回ってきたんですけどね、ここだけじゃなくて、ここは結構今回行ったのは結構割とねメインの場所が多いというか、もうロンドンのビートルズといえばのところが多かったんで、ちょっともっともっと細かいのはあるんでね、そこもまあ今度機会があれば行ってみたいし、リバプールにも行ってみたいと思います。もうお土産もいっぱい買ったんでビートルズ満足です。ありがとうございます。